敵が出る、それを倒す。単純にそれを模倣してもゲームにはなるけれど、その意味は少し見つめた方が良いですね。今回は概要だけ。ゲームっておかしな部分があって、ストレスをかけて解消するということが面白さの核になります。ストレス自体は面白くないけど、ぎゅーっとストレスをかけてパッと解消することで気持ちよさ、快感を得られると。普通に考えてなんかおかしいでしょう。ストレスになるけど楽しい、自身を痛めつけ圧迫し、それが解消されるとすっきりとするんですと。客観的に見ると最初からストレスなんてない方が快適で気持ちいいんでは。だけどゲームする人ならまあそれなら面白くならないだろうと理解してくれますよね。ストレスは嫌なことだけど、だからといって雑草を抜くように取り去ってしまってはいけません。何らかのストレスを与える、これは敵でも障害でも謎でもいいですが、クリアしなければ進めない障害がある。そしてそのストレスを解消することでスッキリする。まずこれが第一段階。うまくクリアできたら、できればそのストレスをより効果的に解消できる道筋につなげるご褒美を出す。例えば経験値やスキルが手に入れば、強くなることでより強い敵に立ち向かえるとか、お金を得ることで装備を整えるとか、単純に先に進めるようになるというのもリターンにはなりますが、多少の選択幅を持たせた方がゲーム性は上がりますね。ストレスをかける、解消する、それに立ち向かえるようになるという流れを見直せば、より楽しめる流れが見えてくるかもしれません。単に他のゲームにありがちなことを真似るのではなく、元からの意味を考え直せば、より斬新なゲームができる可能性もあるかもしれませんね。